ねえし。カゴは、後で取りかか。暑いですか、はい、一応今日はですね、私ども農家なので、朝どれの作物をここで直売をしております。で、私ども商品だけだと少ないので、特別さんに手伝っていただいて、で商品を供給してもらって、それで販売をしております。恵比寿の方で、キッチンカーをされてるケータリング の, チームがあるんですけど、その方にお声掛けして、心よく引き受けていただけましたので、それとジョイントする形でやらせていただきます。地で採れたもの の野菜とかが一番いいかなっていうところで、買い物できたのでよかったと思います。いや、もちろん。もちろん食べられないわけだよ。今も自粛でね、ほとんど外出れない中で、まあ、こういう風にやってもらえるとちょっと楽しみが増えるっていうのはありますね、はい、欲張っていっぱい持ってきた。今その外出の、ね、自粛なんかもあったりして出てないんですけど、こうやって近所でこういうイベントがあると、そういうところで一緒に楽しめるっていうのはすごくいいのかなと。そうですね、天気良くて良かったです。なかなかこう人が集まるのが難しい中で、まあ、地元の人たちが少しでも喜んでもらえるようなことができるといいのかなと思います。